ありがとうございます。さあ2部を少しずつ始めていきたいと思います。1曲目は、こんな曲からいきましょう。エンターテイナー。ありがとうございます。エンターテイナーという曲を聴いていただきました。まあ、この曲はですね、さっきも言った100年ほど前に実は生まれた曲だってご存知でしたが、皆さん、あのスコット・ジョプリンという作曲家なんですけども、彼は実は黒人だったんですね。で、クラシックの作曲家だったんですよ。ですから、まあ、皆さんご想像の通りも100年前っていうとちょうどジャズが生まれたような年でしてね、もうなおかつ黒人でクラシックってものすごい差別を受けて、ほとんどその時やっぱり知られることはなかったみたいですけども、
そう、今から40年ほど前かな、あのスティングという、ね、映画で使われてとてもあの脚光を浴びた作曲家でした。さあそれでは、このピアノの、まあ、さっきもこのちょっと見られました、この解説というかね、今1955年あたりのね、いろんな物語があって、このあのオートバイかな、あの茶色いオートバイ、あの時と同じにこう作られたというふうに、こういろんなヒストリーですか、歴史があるんですよね。とってもあのなんていうんですかね、僕もやっぱりヤマハのピアノというのはいろいろと各地でいろんな弾いてきますので、で皆さんあの多分ピアノって全部一緒だと思ってもらうかもしれませんけども、タッチとか音とかいろいろ違うんですね、それぞれ違うんです。でもしピアノもし、もし自分で弾くっていうことがあったら、こうピアノ選びなんかもね、ぜひあの楽しんでいただければなと思います。ヤマハのピアノ本当にあのなんていうんですかね、常にこう高品質というかいい音を出します。ですから、まあヤマハのピアノなんかも本当に選んでいただければなと思いますけれども、さあそれでは1曲、まあ、この曲はいかがかなと思いますけれども、まあラテンナンバーなんですけどね、熱いキスをたくさんしてっていう歌なんです。ちょっとお子さんいらっしゃるのであんまり見ないように言うんですが、ベサメムチョというんですね、一曲こう熱い歌をお聴きください。ベサメムチョ。